バルパライソの丘バルパライソビニアデルマールバルパライソ、カトリック教会大学、プラヤデレニャカイースター島のモアイバルパライソ州は、地理共和国を構成する15の州の一つである。州とは、港町のバルパライソ。2002年時点で、人口は153万9852人と、国内で3番目に多く、面積は1万6396.1。 平方キロメートルと3番目に小さい。人口密度は南東にある首都州に次に2番目に高い。2010年2月27日、チリ沖で発生したマグニチュード8.8の地震による津波がファン・フェルナンデス諸島を襲い、少なくとも8名の死者が出た。これはサンティアゴの中央政府へ最初に報告された津波だった。7つの県から構成される。 パスクア島ロスアンデス県マルガマルガ県、ペトルカ県サンアントニオ県サン・フェリペデアコンタグア県、バルパライソ県州都は、港町のバルパライソを含むグランバルパライソのほか、サンアントニオやキヨタなどの主要都市がある。州は約百七十一万人の住民を持ち、人口密度は九十四点一軽平方メートルに達している。住民のうち九十一点六パーセントが都市的地域に、 8.24%が地方に住む。最も人口の多い自治体である、バルパライソは30万8000人の住民を、ビニャデルマールは28万7000人の住民を抱え、ビージャーレマナ、キルプエ、コンコンなどと人口175万人のグランバルパライソを構成する。約20万1000人の人口を抱えるキヨタと人口20万人を超え、 推計25万人の住民を抱えるサンアントニオは2番目に大きな都市である。ありがとうございます。